ニコライエ・エゴーロビチ・マカロフは、ロシア連邦の軍人、上級大将。シベリア軍管区司令官を経て、2008年から2012年まで、ロシア連邦軍参謀総長、ギャザン州、グレボボ村出身。1971年、モスクワ高等諸陛下共通式学校を卒業。中毒ソビエト軍集団において、小隊、中隊、大隊を指揮。 1979年、MV フルンゼ軍事アカデミー卒業後、ザバイカル軍管区において、連隊参謀長、連隊長、自動車加速撃師団の参謀長、師団長を歴任。1993年、ロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを卒業し、中タジキスタン、統合ロシア軍集団参謀長、ソイボルガ軍管区の独立軍参謀長、軍司令官。 1998年1月から、バルト艦隊地上、沿岸部隊司令官。1999年9月から、モスクワ軍艦区参謀長。2002年12月25日、シベリア軍艦区司令官に任命。2005年5月8日、上級大将に昇進。2007年4月、ロシア連邦軍兵器部長、国防次官。2008年6月、 国防次官からロシア連邦軍参謀総長国防第一次官に就任。2012年11月国防省の汚職疑惑を受けた組織刷新により参謀総長を解任。ありがとうございます。